さあやっていきますけど、やっちまいました。録画失敗しちゃった。でも別に俺のせいじゃねえから、これは俺のせいじゃない。俺が悪くね。試合をね、今回はね、6月の4週前半までやろうと思ってて、前半までやって、ドリキャスがロード中に落ちて、もう多分ね、熱すぎるんだろうね。俺のドリキャスもうダメかもしれん。ということでして、ドリキャスがオーバーヒートして落ちて、それでセーブ1回、不正みたいになっちゃった。すごかったよ、さっきまで。この前の状態、6連勝してたからね。8連勝して、最後の一戦、試合中継してたところで負けるまでは、8連勝してた。素晴らしい勝ちっぷりしてた。あれがなくなると思うと、悔しいです。しかし、ここも3連勝。お?実力か?これ。ついに実力ついてきたか。はい。ってなことは、まあ、どうでもいいんです。今回、喋っていくのはもちろん、プロ野球が開幕したっていうことについて、もう存分に話していきたい。プロ野球開幕しましたよ、この、金、土、日。今日が22だから、21、20、19、19日からのね、3日間。で、ついにプロ野球開幕しましたね。雨の中でしたけど、もう6試合全部が、週末全部って感じ。おろ?こんなお金を、小銭儲けの、イベントがあっていいんでしょうか。いいんです。やったね。これはね、さっきのデータではなかったね。この1億4000万円、この1億4000万円、めちゃくちゃ大事に使おう。なんか5億もあるぞ。まあ月頭だよね。使うなら月頭、そういうこと。進めていきましょう。プロ野球が開幕してね、一番話題かっさらって言ったらやっぱあそこじゃない?阪神じゃない?阪神タイガースじゃない?一番話題かっさらって言ったら、まあ巨人との3連戦、やっぱ伝統の一戦ということでね、テレビ中継もありましたね。そんな中で華麗に演じる開幕3連敗。あっ、翔太負けた、ちくしょう。華麗に演じる開幕3連敗、さすが阪神は違うぜってところを見せつけたね。いや、そう、ミラバルなんつうかね、阪神、野球ってのは、その、話題になりゃいいんで、話題になりゃいいとは、まあ、そう、まあ、あれだけど、必ずしも野球ってのは、勝てばいいっていうもんでもないというか、もちろん優勝を目指してみんな戦ってるんだけど、この少ない6チームという、1リーグの中に6チームというこの6個のチームが、まあ、勝ったり負けたりしながら1年間を繰り返すっていうのをもう100年以上続けてるんですよ。100年続けてるんだっけ ?50 年かな。まあ、どっちか忘れたけど、どっちが正しいかが。もうずっと続けてるのね。その中で、別に勝ったって負けたって別にどうでもいいんですよ。正直、プロ野球っていうのは。面白いけどはいいの、そのシーズンがね。そんな中で、間違えて。いや、欲しいのいねえな。間違えた。新人の方が見たかったんです。新人新しく今一人取ったんで。もうそれ別に勝ってって負けたっていいの。話題にならいいの。なんなら3連勝した巨人よりも、ね。3連勝した巨人よりも、3連敗した阪神の方が話題になっているということは、つまり、3つ勝つよりも、3つ負けることの方がね、なんなら面白いっていう。あれ?もう前回動画でこの選手のことを5代って言ったような気がするけど、大悟ですね。大悟選手ですね。結構強打のキャッチャーとしてロッテの一時代を支えた選手らしいんですけどね。強打じゃないな。まあ、そのチャンスに強いみたいな感じの。でもこの野球つくだいにはそんなに強打の選手って感じじゃないし、まあ、性能的にもね、性能というか、まあ、そのスペック的にも、そこまで突出してないような気がしました。データで見ると。はい。データで見るとね。か
勝ちてえな。ここ岩本なしなさそう。岩本ガンちゃんしょぼくない？なんかガンちゃんがしょぼくないですか。6勝4敗。さあここ負けられない一戦、ここの試合を今回見ていくことにしましょう。グダグダ喋りながら一戦お付き合いください。このラインナップ、上位打線は素晴らしいね、素晴らしい。ただ下位は2割台のバッターが並ぶ。清宮、以下稲葉、金子、野口、田中健介、この辺りの打率が低い。まあ、控えにフロスというね、フロス東あたりが、なんなら東でいいんじゃないか、ショートストップ。どうなん、打力では東でだな。でも守備では、守備では田中健介かな。まあ東ではね、トレードの駒として使ってもいいかなって思うね。もうちょっと育ててね、もうちょっと育ててトレードの駒として使ってもいいかもしれない。やっぱ田中健介使っていきたいんでね。東ではめちゃくちゃいい選手ではあるけど、まあ田中健介使っていきたいよっていうことですね。でまあ、阪神が3連敗して、我が日ハムの方は1勝2勝1敗ですね。西武相手に勝ち越し、開幕カードで、しかもあのメットライフドームで西武相手に2勝1敗でいくって御の字だと思う。でも日ハムやっぱね、なんかこう渋いよね、やっぱね、渋い勝ち方をする。その中でね、なんかスレとか見てると、ワンボーロンもういらねえみたいな声が結構聞こえたりして、なんだろうな、ワンボーロン別にまあそのうち打ち出すからいいでしょうってなんかレスしたらさ、いやワンボーロンが出てる限り清宮が出れねえからみたいなこと言ってる人がいて、まあ確かにそうかもしれんなと思うけど。で清宮のことを言えば、清宮この3連戦1回代打で出て1打数でファーストゴロのみ。どうなんすかね、これは。帰ってくれますよ、よっしゃー、タイムリーツーベース。いやー、やっぱその栗山がさ、ワクワクしないっていうそのコメントを出したっていうのが、まあそのね、あったけども、多分そうなんだと思う。それは栗山監督の、栗山英樹のね、思うことがね、多分その感覚って正しいんだろうなってなんとなく思う。清宮からワクワクがなくなったらやっぱり、おお、今すごいホームランが飛び出たね。もうこの試合見なくていいんだけど6点リードしたらこの試合見なくていいです。勝ちました。清宮の話でいっか。今多分ね、野村勇気よりもね、使われてないよな、この3連戦。厳しいなって思うね。左で使うにしても、DH で使うにしても、ワンボーロンがいるんだったら、清宮いいかってなっちゃうもんね。それは、清宮を押していきたい人からすると、清宮にね、やっぱね、王の記録を抜いてほしいなっていう、王貞治の記録を、世界記録を抜いてほしいなって思ってたような、まあ、人からすると、人っていうか、まあ、アザラシからすると、まあ、出場機会が欲しいなって思うけど、それほどの選手なのかなっていう疑いがちょっと出始めてるよな、清宮に関しては。打ってほしいから結果をね、出すしかないよ。まあ、ワンボールがしっかり外野を守ってくれたらいいんだけどね、競合しないから。だから、数年前に中田翔が FA するかって時にさ、まあ、残留したじゃない。あれがまあ清宮の運命を若干変えたような気がするな。あそこでもしも中田が FA で出てたら、清宮も嫌をなく1番で、あのファーストで固定されて出たと思うけど、野口じゃ盗塁できんか。で続けてたらまたね、結果が違ってたのかもしれないけど、まあでも
まあ、結果論だしな、中田が FA しなかったのは。で、なんなら、まあ、中田の方が好きだしな、選手としてもな。まあ、たとえもしも、中田が出てた世界戦だとしても、清宮はやっぱり、怪我して、有効骨を骨折して、出場できなかったんだろうから。春先が出遅れ、有効骨を骨折し、みたいなことになってただろうから。まあ、それを思うとね、やっぱ清宮ちょっと期待がねってなるよね。まあワンボールを取ってしまったことがね、清宮にとってはちょっとこうさらにこう陰りよね。まあファースト以外にもね、サードを守れとか、今クソみたいな采配だったぞ。そう、このセーブする、このセーブ失敗というか、動画失敗した動画では、9対12ぐらいまで、最初に9点ぐらい点取られて、この近鉄に。9点やったら6点ぐらいか。で、それをずっと追いかける展開で、で、最終回に9対12ぐらいまで追い上げて、で、ランナー1、2塁、ワンアウトランナー1、2塁っていうのを作って、で、小笠原の打席で監督が、ダブルスチールをかけて、あえなく刺されて、三塁で。坪井かな、坪井じゃないな、新庄か、坪井かなあたりがこう三塁で刺されて、で、小笠原が三振でゲームセットっていうひどい試合だった、もう。追い上げに追い上げてそれだったからね。その世界戦はもう見なくてすさあ、清宮だ。成績的にはまあ、2割1分5厘。でもホームラン10本打ってるね。ホームラン10本は大したもんよ。大したもんよ。そしてここもヒット。あ、いけるいけるいけるって。ランナーいけるって。どうしよう、盗塁してみる。いや、いっか。いまだにこのピッチャーがメンデなのかオモデなのかわからん。ファール。トンネルズの石橋貴さんがさ、まあ、貴さんって言うことあれでもないんだけど、尊敬してるっていう芸能人でもなかったんだけどさ、YouTube 始めてますね。で、2発目の動画で、なんとしても、貴さんを野球場に連れてってみたいな、どうしても野球が見たいみたいな感じで、神宮の周りうろうろしてる動画を上げてたんだけど、なんか、野球のね、野球の動画をしっかり上げてて、野球好きっていうのをアピールしてる動画を上げてて、なんかちょっとこう、胸に来るものがあった。なんかその、野球好きななんか少年みたいなおっさんの石橋貴明っていう人が、なんだろうな、テレビだからとかじゃなくて、あの人本当になんか、いい人だなみたいな騙されとる影響されやすすぎる。なんかね、お金のためじゃなくて、なんか純粋なんか本当なんか少年の心で野球見てて、野球好きでっていう感じ、あの感覚、そういうものなんか自分の中にもあるかなと思って、なんかね、プロ野球が始まるってなってそわそわして、そのそわそわがどうしてもなんかこう、見に行きたくて仕方ないみたいな、あの感覚。それでもって俺も野球の実況を上げていこうかなと。そういうなんかかな。なんかこの、うまく言い合わせないけどね。なんかこう野球楽しいな、野球好きだなっていう気持ちを大事にゲームの実況していきたいなと思います。何を言うか言おうか。何を言うか分からん。野球ってのはいいんすよ。石橋貴明を見てろっていう感じだな。プロ野球はな。プロ野球っていうか、芸能人がなんかもう、俺からすると、アザラシからするともうなんか芸能人ってなんか、特に吉本芸人が増えてきたあたりかな。なんか違うんだよな。芸能人がもう。テレビに出るために、お金を稼ぐために芸能人をしとる。その業界風を吹かせてね。まあ、別に石橋貴明はそうではないとは言ってるわけではないんだけど。石橋貴明なんてめっちゃ、ね、業界の風で吹かせてる人だけどさ、なんか印象変わってるんだよな。昔ほどなんか悪い印象がない。
そういう人がなんかテレビからはなんか一線退いて YouTube でなんか好きなことをしてるのを見るとすごくこう胸にくるものがあるなっていうか、なんかなんだろうな、テレビにはもう石橋貴明はそんなに必要ないのかもしれないけど、 YouTube、 今この YouTube にはその場所があって、見たい石橋貴明の姿がこの YouTube で見れる、そういう場に一緒にこうで戦えてるっていうこともあるのかな、この野球とはほとんど関係ないレベルであれかもしれないけど、一緒に戦えてるとか一緒の場所に入れるっていうことがすごい、なんかこう、大したことじゃないんだけど、大したことを言って大したことではないんだけど、すごいなっていう、そういういい場所に今入れてるんだな自分はっていうことにこう感謝かな、間違ってないかもしれんなと思ったり思わない。野球の話をしろ、石橋貴明の話をして、三塁牽制、ああね、開幕しましたけどね、結構ね、何気にロッテ戦を、ソフトバンクロッテ戦とか BS でやってたんで、ロッテ戦なんかを見てますけどね、ロッテはね、いいよね、なんか、わかります？ロッテのなんか、選手がなんかキラキラしてんだよな、キラ星みたいな選手たちが入ったせいで、羨ましいんだよな、ちょっとロッテが、安田とかさ、それこそ佐々木朗希とかさ、ああいういい選手が入ったことによってロッテが今魅力的なんだよな。ソフトバンクあたりにまあちゃんとこう、まあジャイアントキリングみたいな、これよこの監督、これがこの監督の悪い癖だ、今の走らされなければ2点入ってるわけだからな、いやー悪い癖だわ、あ盗塁がヒットエンドランがこういう形で実らないっていうことを、ほうほうやるじゃない、10対0、もう見る価値なしな試合ですね、やっぱ終盤はハラハラドキドキがいい、いいワンサイドゲームほどつまらないものはないからな、たとえ自分のチームであってもワンサイドゲームよりはハラハラドキドキで負けた方がいいぐらいに思う、そういうあの歪んだ愛があるから関根がちょっとそろそろだな、ちょっと待ってよ、ノリさんだから、まあ立山かな、ええなんで今三塁投げたの、ファーストのマウリシオをタッチすればアウトやったやん、わかんねえことすんな、ここでローズだから左に変えてもいいな、どうすっかな、いやまあ立山を信じよう、させじゃねえ、キャッチャーが石本のまんまだ、バカが、おーいい球、今のストレート速かったよ、132キロだけど、よしナイス、他になんか今プロ野球開幕について話すことあるかな、まあ、あの中日ヤクルト戦とか結構派手な試合してたのと、オリックスは結構負けたんだっけかな、オリックスどこでやったんだ、楽天か、なあ楽天だ、なんかオリックスさホームなのにさ、なんかパジャマみたいなユニフォーム着てたよな、あれ何なの、黒と白のパジャマみたいな、あれはさすがにあのいかにデザイナーがこれがいいって言ってもやめた方がいいと思うんだけどっていう、あのなんかパリーグ TV かなんかであの山本由伸のピッチングの切り抜きなんかみたいなのやってたけどさ、すげえ球投げるピッチャーいるなって、球は速いしコントロールはいいし、すげえな、やオリックスも、でもオリックス優勝できないんだな、オリックスなんかもうちょっと強くなってほしいなっていう個人的な思いがあるわ、
何なんだろうな。まあ、日ハムファンだから当然日ハムが優勝してほしいと思ってはいるんだけど、心のどこかでオリックスも優勝してほしいと思ってる節があって、やっぱ阪神だけが関西の人気じゃなくて、オリックスもやっぱ関西である程度人気になってほしいなっていう思いがある。まあ近鉄とねオリックスをね混ぜてできた球団はなかなかそう愛されるものではないのかもしれないけど、でも清宮でもねいいんですよ、オリックスは。なんか社会人とかナンパして取るからかな、取った時代が一時期あって、それからなんか選手がこう知らない名前の選手が多いなみたいな感じの時期が多かったけど、まあでも今いるオリックスのピッチャーとかね、山岡とか山本とかキャッチャー頓宮、若月、吉田正尚ね、なんかいい選手は多いなって思う。これから来そうな感じがするんだけど、まあでも優勝争いするほどはないっていうか、まあパリーグはな、ソフトバンクが一強すぎるからな、それにいかにこう食らいついていくかみたいな感じだよね。だからこう、秦っていう大国が一つあって、他の5個の国が、5個のチームが秦というソフトバンクに対してこうやっぱ結束してね、その球団倒しに行かなくちゃ、5個の球団同士がね争ってちゃ勝てないんですよ、大国の真にね。そんな感じ、そんな感じですね。ダラダラ喋っとるな、誰だ喋らせてくれ、ダメだし、ダラダラ喋りたい時もあるんだ。プロ野球語りをねただただしたい時もある。いやミラバルだろ、なんでミラバルじゃないんだ、まあいいか。タナナ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 タタ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 ナナナナナナナっていうナナナナナナナミスターチルドレンのなんかの曲だよ。ミスターチルドレンのボーカルの人の名前で桜井じゃなかったっけ。違うかもしれん、今の歌のところめちゃくそ恥ずかしくなってしまう。それか桜井カズとしたわ、こいつは桜井、桜井なんて読むんだろうな、実はよくわかんねえや。幸宏、いやわかんないね、名前よくわかんない。実はさせるよ、ほえ吉岡だよ、なんでさせなかったの。ヒットです、いやさせ、左の片岡か、ちょっとここでじゃあ左の原田を、中継ぎがちょっとな振るわないな、もっと絶対的な抑えてか左のワンポイントでもいいし欲しいな。アウト、ホジャヒ、ホジャヒ、今年のプロ野球ちょっとルールが違うらしいですね、例年とは。ルールっていうか、まあ延長戦がね 10回までとかもあったり、あとベンチに入れる外国人選手の数が1人多かったりするんですよね。どうせ無観客とかでやるんだったらさ、何時間でもやったらいいじゃんって思うんだけど、そういうわけでいかないのかな、延長無限みたいな感じ。強っ、強すぎじゃ、こんな試合は見てもおもろないな、せやろ、せやな、こんなワンサイドゲーム見てもね。
結局誰が打ったの今回10点も取ったけど、誰だ、誰のおかげなの10点は。いや、みんなまんべんなくだけどな。野口のホームラン聞いたな。ベテランの一発、これが聞きました。お、25分ぐらい、結構時間経ちましたね。じゃあまあ今日ここから、おお、お金が7億9000、だんだんお金が、だんだんお金が、ててててて、お、誰だ、宮田か、8時半の男と言われたね、巨人の中継ぎとしてね、8時半から登板するっていう、8時半からピチッと投げて、か抑えて、そのまだ西武とか中継ぎとかって理論があんまりなかった時代の8時半の男、宮田、知らん、現実には知らない、名前しか、焼きつくで名前しか知らない、その宮田が入りましたね。どうしましょう。まあでも宮田とか入ったはいいものの、多分この時点でやっと見つけたぐらいだったら、好感度がね、ほぼもう巨人で決まってると思うんです。ほぼ宮田を追うのと大悟を追うのほぼ同じだね。宮田を追うのと、今から宮田を追うのと大悟変わんないのか。だったら宮田を追いたいけどな。だったら宮田を置いたい。中継ぎだしな。いや、うちは大悟を。癖が強いんじゃ、大悟。力強いというか、あっさりしているというか、悪い気はしませんねって何だったかな。何が一番効くのかな。全然上がっていかないですよな。1指名は大悟で、ロッテが逆指名までこぎつけなければ大悟で行きたいぐらいだけど、いやなかなかそううまくはいかないんだろうな。はい、じゃあまあ今日ここまでにします。来週、再来週、6月、7月の頭かなの月曜日にまた焼きつくの動画を上げようと思います。その時までまた皆さんお元気で、楽しく野球のね、試合を見ていきましょう。野球を楽しむって心を大事にしていきましょう。ほなまた。